利根川橋梁は、埼玉県加祖式と茨城県古賀市中田の間で、利根川にかかり、東日本旅客鉄道東北本線栗橋駅、古河駅間に位置する全長753メートルの複線鉄道橋である、利根川発の橋梁である。日本鉄道第2区線の高線案と、オッツ線案日本で最初の私鉄として創業した日本鉄道は、 東京と京都を結ぶ中山道幹線の一部や東北地方を従管する幹線鉄道を計画して発足したものであった。その第一区線として上野駅からの地に高崎線となる路線の建設が進められ、1884年8月20日に前橋駅までの区間が全通した。こうして日本鉄道第一区線上野前橋間が営業を開始すると続いて 第一区線の途中から分岐して、宇都宮を経て、白川へ至ると定められていた第二区線をめぐる議論が始まった。当時、立林、足利、佐野、栃木、神ヌといった両毛企業地帯は織物の生産で栄えており、関連する物資も含めると、年間2850万円に上る物資の搬出入りが行われている地帯であった。このため、こうした、 企業からからは、第1区線の熊谷駅で分岐して、足利、佐野、鹿沼を経て、宇都宮に至る路線を第2区線とするべきであるとの声が上がった。当時、浦和駅で分岐して去って、古川を経由する案も有力候補とされていたが、これらの途中経由都市の市場規模が、両毛企業地帯に劣る、というところが大きな論拠とされた。 これを受けて鉄道局長の井上勝は、実地比較調査を試みた。大宮駅を設置して分岐し、栗橋、小山を経由して、宇都宮へ至る高線と、熊谷で分岐して、立林、足利、佐野、栃木を経て、宇都宮へ至る乙線を比較した。これによると、高線は、利根川に大きな架橋が必要であるものの利根川の周運で、 資材を運搬できて建設が迅速であるとされ、一方、お線は多数の架橋が必要であるため建設に時間がかかるとされた。高線は建設延長 77.2km で、建設費1695,534円。 落ち線は建設延長 69.2km で建設費212万758円と見積もられ、その他開業後の営業費でも公線が有利であるとされた。さらに第二区線は最終的に青森県を目指す幹線鉄道の一部であるため、単に一地域の利害だけにとらわれるべきではないとし、公線を採用する方針が打ち出された。こうして、 栗橋と古川の間で利根川に架橋が実施されることになった。大宮宇都宮間の工事は、利根川を境に2分して工事が実施された。大宮から利根川までは1885年1月5日に、利根川から宇都宮までは同年2月2日にそれぞれ着工した。工事は迅速で、半年ほどした7月16日に開通した。この時点では、 利根川橋梁の建設工事には着手できていなかったため、大宮から来た旅客は、利根川の手前の栗橋で下車し、渡し船を利用して利根川を渡って、対岸に設けられた中高利駅から列車に再乗車して、宇都宮へ向かっていた。ここに仮設されることになった、利根川橋梁は、200フィート連鉄製、ダブルワーレントラスケタ3連、100フィートトラス桁タ9連から、 なり、全長461.5メートルで、当時の日本で最も長い鉄道橋となった。トラス桁の設計は親とい外国人、チャールズ・ポーナルが担当した。中仙道幹線において、従来の2倍を超える、景観を持つ200フィートトラス桁をイビ川、長良川、基礎川に仮設する計画となって、ポーナルが設計することになったもので、桁の全長は208フィート10インチ。 手構え間隔は16フィート2インチ、重量は約200トンで、ポニーワーレンゲタであった。この設計図面がイギリス在住の古に西、トーマス・シャービントンの審査を受けて、手直しの上でイギリスのパテントシャフトアクスルトゥリーが桁を製作した。1886年1月に到着した最初の桁は、イビガワ橋梁に仮設される予定であったが、 利根川橋梁の工事を優先することになって利根川に送られ、日本で最初の200フィートトラス桁として仮設されることになった。この橋梁は連絡船により暫定連絡が開始された4、か月後の1885年11月に着工された。建設を任されたのは荒川橋梁などに引き続いて小川勝五郎であった。 小川勝五郎は、飛び職人の親方をしていた人物で、多くの妊婦たちからも、兄として慕われていた。新橋横浜間の鉄道建設にあたって、六号川橋梁の建設を任され、親とい外国人の指導のもとに見事に完成させた。さらに関西において十三川橋梁や神崎川、橋梁などの仮設を実施して、鉄橋大川、鉄橋の勝五郎などと称されるようになった。 こうした功績により、小川は、飛び職人出身ながら正式に、鉄道局雇いとして、役人の地位につけられた。そして長浜鶴ヶ関鉄道の建設に従事していた、時に、井上正鉄道局長の直々の命によって、当時日本最大の利根川橋梁の建設を指名され、さらに小川の名が高まったという。利根川橋梁は、レンガ192万4000本余り。 セメント2700たる余り、石材11300切れを費やして、1886年6月17日に開通し、大宮から宇都宮までの直通列車が運行されるようになった。当時日本最大の橋梁の完成を視察するために、明治天皇は同年7月9日に現地へ行行した。明治天皇はこの日8時40分上の初の、 お召し列車で栗橋へ向かい10時30分に到着し、徒歩で利根川橋梁を渡り、さらに船で構造を視察した。とても暑い日であり、午後からは船で魚を取ったり川を泳いだりする様子を橋の上から観覧したという。この際に明治天皇は橋の上から川に飛び込んで見せる者はいないかと発言し、真っ先に小川勝五郎が飛び込んでみせ、 さらにその配下の飛び職たちが次々に飛び込んでみせたため、天皇は大変喜んだと伝わっている。15時30分栗橋発の列車で帰還した。こうした功績もあって、小川は以降絹川、宝器川、中川などの主要な橋梁に加え、東海道本線の藤川橋梁なども任されることになった。またこの時の明治天皇行行を記念して、 東村青年団が1931年11月に橋のたもとに明治天皇行幸記念碑を建立している。日本鉄道は1906年11月1日に国有化され、1909年10月12日に国有鉄道線路名称が制定されて、大宮宇都宮間を含む線路は東北本線と命名された。これにより、利根川橋梁は、 東北本線の橋梁となった。利根川では1910年に大洪水があり、これを受けて河川の大改修が行われることになったため、1919年に利根川橋梁も大改修工事を受けた。これに際して桁は交換され、200フィートトラス桁は鋼鉄製プラットトラス桁3連となり、100フィートトラス桁は鋼鉄製ワーレントラス桁14連となった。 カツカ重は、クーパー E40 である。これは、後の下り線である。1922年に複線化工事が行われて、新たに上り専用の橋梁が増設された。こちらは、鋼鉄製200フィートプラットトラスケタ3連、100フィートポニーダブルワーレントラスケタ14連で、カツカ重は、同様にクーパー E40 であった。この100フィートトラスケタは、もともと、 東海道本線基礎川橋梁に仮設されていた200フィートワーレントラス桁を100フィート2の連続トラス桁となるように改造して移設したものであったが基礎川橋梁の開通より新しい1887年パテントシャフト製と記載された名板があったことから桁が入れ替わっている可能性も指摘されており別の資料によれば東海道本線天竜川橋梁と 大井川橋梁からの転用であるという。また、上下線とも、小賀川の橋台取付部に50フィートの下地盤桁が仮設されていた。この改修により、全長は636メートルとなった。下部構造は、下り線は直径3.6メートルの円形の足2本の上に、 構築した橋脚で、上り線は4.27メートル7.47メートルの大円形の橋脚で、五筒によって形成されていた。旧トラス桁の一部は1921年に払い下げられ、越後鉄道の八彦線西川橋梁に転用されたが、1954年3月に老朽化のために撤去されたとされる。百四十七年の九月十四日から十五日にかけて、 カスリン台風が関東地方を襲い大雨を降らせ、利根川は右岸で決壊した。この洪水を受けて、利根川改修計画が再改定され、利根川橋梁付近では計画構成が1.84メートル引き上げられ、また左岸側に川幅を約131メートル拡幅することになった。これによって、利根川橋梁も橋桁の2.5メートル向上と、 追加の景観の増設が必要となった。この桁、工場に伴い、前後のアプローチ部分も全体に重上げが必要となり、この関係で取り付け勾配が約150メートル程度長くなって、栗橋駅が約200メートル、東京側に移転することになった。1948年12月から準備工事が始まり、栗橋駅の移転や、 橋梁前後のアプローチ改良工事が進められた。1950年3月25日より、栗橋駅から小賀川に仮設した中田信号場までの区間を単線運転として列車を下り線橋梁に通しながら上り線の改良工事を開始した。桁の工場は1メートル、1メートル、0.5メートルの3回に分けて実施され、桁を こうのぼした後に橋脚を継ぎ足す工事を繰り返した。これに伴って、橋脚の強度不足となる場合には、鉄筋コンクリートを新たに巻き立てた。上下線の休止を切り替えながら順次施行され、工場と神経管増設が完成した。この時に新規に五連の火事番桁が、小賀川側に追加設置されて拡幅された。この結果と根川橋梁の延長は763.06メートルと、 なった。総工費は3億3500万円で、住友建設だが担当し、1951年8月に完成した。1958年4月に、利根川橋梁を含む区間の東北本線が、電化された。この際に、利根川橋梁では、虎下田の縦方向の限界が狭いため、釣り河川を虎下田より上部に設置して、 横桁の間に指示具を通して、電車線を吊る方式で電化が施行された。利根川橋梁は繰り返し改修工事が行われて、北が、上り線の2系間連続トラス桁として、使用されているダブルワーレントラス桁は、1886年に、東海道本線基礎川橋梁に仮設されたものを、改造、転用したものであり、同設計で製作された24連中残っているのは、 利根川橋梁上り線の7連のみとなった老朽下駄であった。いよいよ返上が進行し、列車通過時の動揺も激しくなったため、この部分について、下の取り替えが行われることになった。1962年から取り替え工事に着手し、翌年3月までの後期で実施した。改修工事は、夜間の列車前に栗橋小賀間で下り線のみを使用した単線運転として、 上り線を閉鎖して実施した。旧トラス桁を撤去し、新たに士官30メートルのスルーガーダー桁を設置する工事を繰り返した。この改修工事費は総額2億316万円であった。しかしこのように改修をしても、橋台や橋脚などは基本的に明治、大正に建設した時のままであった。新旧橋梁の映った航空写真、右下が 単線橋梁2本で構成される旧橋梁、左上が新しい伏線橋梁、小賀川のアプローチ切り替えも映っている。1980年10月15日撮影と寝川、橋梁は日本国内にある主要鉄道橋では最も古いものとなっており、さらにダムの建設に伴う土砂の流下不足、骨材の過剰採取などに伴って川床の低下が進行し、 橋脚の荒い掘りが進んで、寝入れが不足して、安全度が極端に低下していると診断される状況になっていた。また、橋脚の支持力不足により不当沈下をきたしており、軌道保守に困難が生じていた。さらに、レンガの目地が劣化し、第二次世界大戦後に増設、交換されたスルーガーダー部分以外は、桁のフランジの腐食が激しく、 桁下の高等の計画降水位に対する余裕が不足しているといったこともあり、抜本的な改良工事が行われることになった。河川管理者の建設省との協議が行われ、旧来の橋梁が河川に対して80度で交差していたのに対して、新橋梁は直角で横断することを要求された。この結果、栗橋側では既存橋梁の約20メートル上流に仮設することになり、 小賀川では約120メートル離れることになった。結果的にアプローチ部分は小賀川で大きく変更されることになった。取り付け部分はり土にすると経済的にも保守の面でも不利であると試算されたため約420メートルにわたって高架橋を建設して取り付くことになった。新橋梁の設計については建設省から景観を80メートル以上に また、桁下高等を2メートル以上にすることを要求され、栗橋駅構内のさらなる改良工事を避けるために、桁下からレール面までの厚さを最小限にする特殊設計の桁を採用し、軽間82.7メートルの構成トラス桁9連を仮設することになった。1連あたりの重量は375トン、設計かつ荷重は KS、KS-18 で、 ケタを製作した事業者は、川田工業、川崎自由工業、小前鉄工所、桜田、滝城工業、宮地鉄工所、横川橋梁、宮地建設工業、横川工事の各社である。株構造は、鉄筋コンクリート製、軽損基礎を採用した。1973年1月から1977年3月までの後期で施行され、 総工費29億8000万円は国鉄と建設省が接班した。新橋梁の延長は753メートルで1980年9月8日に下り線を使用開始し1981年2月23日に上り線を使用開始して急橋梁が廃止となった。JR 東日本では輸送場外の発生防止を目的として 強風時の走行安定性を改善することで、強風に伴う速度規制を緩和できる、防風策の設置工事を橋梁に対して進め、利根川橋梁においては2007年3月に北側、6月に南側に設置され、運転中止時間の減少といった効果を得ている。ありがとうございます。